こんにちは、RE 戦国覇王です。今回は戦国時代に活躍した豪傑、鳥居強右衛門についてお話しします。それでは今回の目次です。1、籠城軍の危機。2、命を懸けた叫び。3、勝利を導いた武功。この流れでお話しします。長篠の戦い、設楽原の戦いは、織田信長が武田勝頼の騎馬軍団を3000丁の鉄砲で迎え撃ったという戦いとして知られています。この後世まで語り継がれる戦いの幕開けの舞台となったのが長篠城です。そしてもう一つ、この戦いで歴史に名を残すことになるのが、鳥居強右衛門という無名の侍。この強右衛門の武勇伝は、三河物語や東大記、官製徴収諸家譜などで語られています。天正3年5月、長篠城に立てこもっていた奥平信政の兵は武田の大軍に囲まれ、次第に城の外郭が攻め落とされる中、徳川家康の援軍が来るのをひたすら待っていました。奥平氏は元は今川氏の家臣で、その後は徳川家康の傘下となっていましたが、元亀元年に武田氏が奥三河へ侵攻した際、武田氏に鞍替えしました。元亀4年頃に家康の長女亀姫を信政と結婚させて領地を割譲。信政の父定義の娘を徳川家臣の本田重澄に嫁がせることで、奥平氏は徳川氏のもとに戻ったという経緯があります。つまり城主奥平信政は武田を裏切って徳川についたことから、命を懸けて長篠城を守るしかないのです。5月1日、武田軍は銃弾を防ぐ竹束を前に城に接近。昼も夜も矢を追いかけて城を攻めましたが、信政は城兵たちを励まし攻撃を防ぎ切ります。5月11日、武田軍は城の南にある柳生門へ竹束を並べ、崖を登って強引に攻め込もうとしました。しかし城兵は門まで出てきて反撃。武田軍は竹束を焼いて退却しました。12日から13日は激戦が展開され、武田軍は本丸に押し寄せ、大勢の甲府を動員して土塁を掘り崩し、城兵は穴を掘ろうとする者を鉄砲で撃って阻止。13日には福部郭を武田軍が襲い、城兵は内部に柱を備え縄をつけて守りを固めて防ぎました。鉄砲で応戦して多数の武田兵を倒したものの、夜が明けると福部郭と波状郭の通路が閉ざされる恐れが出たため、信政はやむを得ず福部郭から兵を引き上げ波状郭へ後退させました。この戦いでの武田軍の死傷者は800人余りにも上ったといいます。14日、武田軍は大軍で本丸の西から再び甲府を使って柳生門を囲み、土塁を崩しにかかりました。信政は城を出て戦い追い払ったものの、この攻撃により兵糧庫に火が放たれてしまいます。このため信政以下全員が本丸に退き、籠城の体制を取らざるを得なくなりましたが、もってあと 4,5 日というところまで追い詰められてしまいました。一方武田軍もかなりの兵を失ったため、勝頼はしばらく攻撃を中止して様子を見ることにしました。5月14日の夜、籠城を続けることが難しいことから、信政を囲んで軍議が開かれ、城兵全員で打って出て華々しい最後を遂げるべきか、信政自身が腹を切り首を差し出して城兵の除名を求めるべきか、それぞれが意見を交わす中、声を張り上げた者がいました。それが鳥居強右衛門です。強右衛門は三河の国保井郡八幡村一田郷の生まれで、名を勝明といい、この時36歳でした。軍議で末席にいた彼はこう言いました。それがし城を忍び出て岡崎に参り、徳川軍に救援を頼みに行って参ります。どうか伝令役を仰せつけくだされ。信政はしばらく悩んだ末に提案を受け入れ、岡崎にいる信政の父定義に手紙をしたためました。城主の命を受けた強右衛門は書状を腹巻きに縛り付け、野員に乗じて川の中を進んで武田軍の包囲網をくぐり抜けます。数キロ先で岸に上がった強右衛門は、翌朝に岩峰山に登って脱出したことを知らせる狼煙を上げ、柏山を通って岡崎城に入りました。強右衛門は早速定義に会って信政からの書状を見せ、長篠城の苦難を訴えると、定義は強右衛門を家康に引き合わせました。ちょうど家康の要請で岡崎に来ていた信長にも会うことができ、信長は強右衛門の労を称して、明朝共に出立しようと声をかけました。
しかし、スネーモンはそれを丁重に断り、城中の者はそれがしが戻るのを待っております。直ちに馳せ帰り、味方を安心させたく存じます。と、すぐにでも戻ることを求めました。許しを得たスネーモンは、早速岡崎を出発して、16日には長篠城のそばまで近づき、敵に紛れて竹束を持ち、隙を伺って城に入ろうと考えました。ところが、武田軍の馬場信房に、羽ばきの色が違うことを疑われ、囚われてしまいます。スネーモンは、自分が信政の密使であることを信房に包み隠さず話し、本陣まで連行されることになりました。勝頼はスネーモンの大胆な行動に、敵ながらあっぱれと褒め添やし、明朝城下に至って褒梅を呼び出して、信長は各地の戦で援軍を出せない。城内の者は速やかに出て降参いたせ、と言ってほしい、と頼み、さすれば命を助けるだけでなく、所領をあてがい熱く恩賞を与えよう、と裏切りを求めます。スネーモンはそれにあっさりとうなずき、生け取られて一命を助けられたばかりか、禄まで賜るとのこと、どうして背くことができましょうか、と答えました。勝頼はスネーモンの返事に喜び、早速縄を解いて使卒を数人添えて城の近くへ連行させましたが、スネーモンは自分を信じて待っている仲間たちを思い、互いに支え合って苦労した城兵たちを裏切ることなど考えもしませんでした。必ず城中の仲間たちに吉報を知らせようと心に決めていたスネーモンは、城際まで連れて行かれると仲間の侍たちを呼び、よく聞け、一両日中に織田徳川の大将が7万の大軍を率いて助けに来る。それまでしばらく辛抱せよ。門を固く閉ざして武田と戦え、と声高に叫んだのです。これに仰天した武田の使卒は慌ててスネーモンを打ち据えましたが、時すでに遅く、城兵たちは声を上げて喜び、意気揚々として手を取り合いました。勝頼はたばかられたことに怒り狂い、見せしめに城兵の前でスネーモンを貼り付けにして処刑しました。城兵たちはスネーモンの最後を目にして誰もが涙したといいます。5月18日、信長は3万、家康は8000の軍勢を率いて長篠城近くの設楽原に着陣。信長の本陣は極楽寺、家康の本陣は壇上山でした。翌朝、信長が到着したと知らせを受けた武田軍も1万4000の兵を設楽原に進め、両軍は連吾川を挟んで対峙することになりました。信長は台地の斜面を急になるよう削り、さらに三重の馬防柵を設けて武田の騎馬隊を迎え撃つ準備を整えます。21日早朝、両軍が激突し、戦いは昼過ぎまで続いたといいます。この戦いで織田軍は数千の鉄砲を使い武田軍を圧倒。戦国最強とも謳われた武田騎馬軍団は入れ替わり立ち替わり鉄砲の隙を狙って攻撃を試みるも、山形正景、馬場信房といった家老から真田信綱や原正胤といった重臣たちが次々と倒れ、勝頼は数騎の友と命からがら甲斐へ逃げ帰りました。この戦いで武田軍は1万もの戦死者を出し、合戦は織田徳川連合軍の圧勝と伝えられますが、実際は織田徳川軍も逃亡者を含め6000ほど死傷者を出しており、さすがの武田騎馬隊といえる戦いだったようです。信長と家康に勝利をもたらしたこの長篠の戦いの先駆けとなったのは、鳥居スネーモンの奮闘と言えるでしょう。信長はスネーモンの最後を知り、立派な墓を建立したとも言われています。スネーモンは身分の高い侍ではありませんでしたが、体力と精神力を持って意地と勇気を貫いた3日間の戦いは今なお英雄として語り継がれています。